十三星座の記号十三星座占いとは、西洋先生術を簡略化した占いの一種で、十二星座占いから発展したものである。天文学における星座は、時代とともに変革があり、1928年の国際天文学連合により現在の88星座が定められ、すべての星座は石形、設計、赤位の線に沿った境界線で区切られて、 覚星座の範囲を厳密に決められた。このことを考慮すると、覚星座の天文学上での区域を太陽が移動する経路には、サソリ座といて、座の間に蛇使い座の部分が存在しており、また太陽が、覚星座の区域を通過する期間は星座によって、まちまちである。13星座占いは、天文学者のジャクリーン・ミットンが、先生術での星座の概念は、 天文学的にはおかしい。先生術を正しく行おうとするのなら、再差によるズレを修正して、さらに現在の天文学の星座区分で12星座以外に王道上にある蛇使い座も入れるべきだ。と指摘し、先生術家たちを揶揄したことが始まりとされている。ミットンがラジオで12星座は誤りで、本当は13星座が正しいと述べ、 現地の新聞で取り上げられ通信者の手で世界中のマスコミに配信されたことが発端だとする説もある。先生学者のウォルター・バーグは1995年にミットンの発言を先生術に取り入れた13星座占いに関する本をイギリス及び日本で出版した。ミットンはバーグの著書に対して先生術上の同年マーク・ヤ崎が13星座占いに関する本を 出版し、その後、1997年までに、様々な著者による13星座占いに関する本が出版された。同じ時期に13星座に関する本が出版されたことについて、アレクサンドリア木星王は、マーク矢崎が、バーグの本を見ずに独創的にこんな13星座元を書いたことは信じがたい。誰が見てもバーグの本が、日本で出版される情報が漏れて、 すぐさまコピー本を作ったということだろうと述べている。13星座占いの概念は、ファイナルファンタジータクティクスや、ファイナルファンタジー9といった、ファイナルファンタジーシリーズ、センチメンタルグラフィティなど日本のポップカルチャーに影響を与えた。ウォルターバーグが13星座占いを唱える以前に、日本で13星座占いを紹介した書物が出版されており、 最初に十三星座を唱えた人は不詳だという説もある。上田邦地下は20年前にラジオ大阪の星占いコーナーでヘビ使い座は愚か全88星座や銀河系、超銀河系を使った占いをやっていた十三星座などケチなことを言わずもっと多くの星座を採用して星占いのボキャブラリーを増やしたらどうかと述べている。アレクサンドリア・モ星クは 13が欧米社会では、意味嫌われている不吉な数字であること、ウォルターバーグの他の著書について、少しでもお堅い先生学書や天文学書でも、発見できれば正当に評価できるのにもかかわらず、探してみたが見当たらないこと、ある占い師がイギリスを旅行中に知り合った現地の、先生家に13星座の真偽を聞いたところ、あれば、パーティー用のジョークと言われたことを指摘して批判している。 上田邦日川、バーグの13星座占いは、従来の12星座を拒絶、否定してかかるには、若干なりとも、先生学導入の重要な根拠を示されていなければ、ならないのに、それがなされていないと述べ、また、マークやザキについては、彼は13星座流行の超鎮持ちの一人であり、13星座先生術は13星座導入の根拠に乏しい、ものであったと述べている。 鏡隆二は著者の中で一頃騒がれた13星座を日本のマスコミが新しい星座が発見されたなどと取り上げメディアで活躍している先生実家たちの多くも13星座に便乗してしまったことを少し残念に思うと述べている従来の12星座占いとの混同を防ぐため追加された蛇使い座を除いた各星座に皿をつけて表現される場合もある 本校ではこれに従う。星座によって期間が大幅に違っているが、これは現在の各星座の天文学上での区域を太陽が移動する期間をそのまま星座の期間としているためである。バークと矢崎の誕生星座の境界のズレ、特にカニ座とシシ座の境のズレが大きいことについては青木義人が指摘している。青木は天体観測用の星図などを見ると、 矢崎の幅の方が妥当な気がするが、バーグにも言い分があるだろうし、ともかく星座の大きさをそのまま反映した割り振りは、かなりいい加減なものだと論じている。ウォルターバーグは、先制術における、サインの概念を13星座占いにおいて、再定義している。ウォルターバーグは、現在知られているヘビいカイザのマークとは別のシンボルを、用いており、著者によっては、 現在知られているマークとは別のマークを用いることもあった。現在知られているヘビ使い座のマークは、マーク矢崎が1995年に著書の中で新たに考案したもので、オロチを持った医学の神をイメージしている。その後、13星座占いに関する他の書籍でも同じマークが使われるようになった。ユニコード6.0において、オフィューカスの名称で、 ヘビ使い座のマークの絵文字が採用されている。ヘビ使い座が王道星座に加わったのは、自転軸がずれたことが原因とする説がある。述べられているのは1997年なので1977年、五路著書の中で日付は年によって多少ずれる場合があると述べている。ハット AB 鏡隆二、先生起草、203から204ページ。ABCDE、特集。 占いジャーナリズムの犯罪奴らをぶん殴ってやりたい。怒れる13星座騒動。熱風占い特本。アレクサンドリアモクセオ王。71から83ページ。ウォルターバーグ。13星座の星占い。14から16ページ。オリビアルナさん。超13星座占い。8から9ページ。ABCD。特集。占いジャーナリズムの犯罪13星座なんてバカな。 ことを言い出すな、熱風占い特報を誇これるカリカリ博士、65から69ページ。ウォルターバーグ、13星座の星占い、6から13ページ。ウォルターバーグ、13星座の星占い、18ページ。マーク・ヤザキ、13星座先生術、17ページ。ヤフー占いから13星座占い。ヤフージャパン、2016年9月27日閲覧。 2017年12月終了 AB 特集占いジャーナリズムの犯罪13星座の真実熱風占い特本青木義人55から64ページウォルターバーグ13星座の星占いブックカバー18ページエミールシェラザードモナカサンドラ13星座先生術23ページ AB マーク矢崎十三星座先生術 23ページ。オリビアルナさん、超13星座占い、13、50から5万3118から12万1148。J.E. ベッカー、13星座真相ホロスコープ、11、やる。朝の八郎、幸せの13星座占い、9139から 154? コンストレーションズザカレンダー。NASA、2016年10月2日閲覧。 ありがとうございます。